さん、クリさん、ドライスーツって本当に濡れないですか？ドライスーツはね、優秀だから本当に濡れないんだよ。首のところにシールがあって、あと首のところにもシールがあって、全然濡れないんです。試しに脱いでみようか。はい。しかも一人で脱げますか？脱げちゃうんだよ、脱げちゃうんだよ。あ、引っかかってる。チクショー、脱がして。これ、多分引っかかっちゃったんですよ。何かが。いらねえ、くだり、これ。あ、多分これで行くんじゃないですか。ほら、濡れてない。クニさん、クニさん、はい、どうしてドライスーツに空気を入れたり抜いたりするんですか？あ、これはね、よく聞く質問なんですけども、あの海の中に入ると圧っていうのがかかって、その圧があのどん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 大きくなると、このスーツの中に入っている空気がどん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 縮んでいくんですよ。で、縮んでいくと、要はあの布団圧縮機で布団圧縮したみたいな状態で、中がどん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 真空状態になる。そうするとキューってなって、体が締め付けられて上がってきた時には水バレみたいになるんですよ。だからそれを防ぐためにエアを少し入れて、この中の、ジップロック吸引状態をなくすために空気を入れる。で、10メーターになったら2気圧、20メーターになったら3気圧って変化するので、空気をどんどん入れてってギューって縮まないようにする。今度逆に上がってくると、浅いところに水深が入ってくると、この中の空気膨張するじゃないですか。だからペンで抜くっていう作業をしてます。なので基本的には、中性浮力を取るための空気の、出し入れではなくて、中で真空状態を作らないためのスーツのこの構造です。で、一応中性浮力を取るためにはこういう BC を使います。だけど、慣れてくるとこの中の空気で中性浮力を取るって人もいるけど、本来はこの中では、真空状態を作らないために、空気を入れるっていうものです。 OK。 はい、ありがとうございます。